さあやっていきましょう。レベル2のダンジョンやっていきます。というわけで第一の章です。さあレベル2のダンジョンにやってきました。このダンジョンの名前は蛇の亡骸みたいな、何やったっけ、忘れた。蛇の亡骸。お、左も行ける。さあなるほど、おっと、しっかりとゼリー君は倒していく。ゴルピーゲッチュー。オッケー。変わらずキモいなこのヘビ、ほんまに顔がちょっとドラえもんっぽい。オッケー、鍵ゲッチュー。あれ、なんかこの辺に道なかったっけ。気のせいでした。早くね、さっさの実が欲しいよね。俺イラチやから。もうさささっとこう移動したいよね。おっと、危ない。ここはパワーブレスレットじゃなかったかな、確か。オッケー。さあ、動かしていく。おっと、あっちゃい。あれ？こんなんなかったっけ？なかったか。ない。そういうわけではないか、うん、いや楽しいわマジでこのゲーム。ちょっとでもまあ飛躍金の方もねどんどん進めていきたいんでね、サクサクといきましょう。何のテロリロリョン。そう、これ左でも向いてるよね。これこちらへ行けと。あ、オッケー。やはりね、ちゃんと工事には分かりますよ。ルピーがいっぱいある。これ、ライクライク混じってなかったっけ？大丈夫だったっけ？いいね、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 いいね。すごい、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 すごい。うまい、うまい、うまい、うまい。こんな美味しいことがあっていいのか。あの、修理代ジジイから取られたお金もちゃんと還元してきた。オッケー。とりあえず、鍵はあるが、右側を進んでいきましょう。オッケー。さあ、オッケー。危ない、やばいやばい、危ない危ない、危ねえ。そういやこんなナッツいかついねんこれ。きっと右側にも何かあるはず。なるほどね。とりあえず下見てみようか。これパワーブレスレットがいる。こっちは爆弾か。名前何やったっけ、なんかキモいやつ。まあドッスンのパチモンみたいなね。危ない危ない。オッケー、しっかりと上へ登っていく。わあ無理じゃん。アイテムポンポン出てくるな。いいね。おっと危ない。赤い方がちょっとスピード速いから気をつけないと。危ない。よいしょ。出た。こいつダルいな、マジで。どの時代もダルい。まあ、落としてあげればね、こうやってちょろんといけるんでね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。爆弾で倒していく。うわっ！そこだ！うれ！ちょ、当たらない。なかなかの回避力。ちょ、爆弾なくなるって。ちょ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 。当たれ。オッケー。お、もうゲットできるんや。オッケー。これで物を押したりすることができます。ちょっと爆弾バラが欲しい。オッケー。よし。いつの時代も爆弾はやっぱ必要なんで。ダンジョンマップゲット。んなら、さっきのとこ行くか。いや、行かなくてもいいか。さっき。いたいたいた。こっちか。
こうか。よし。にゃちゃん。ダメージでかいんよな、これ。ここ動かせるよな。これは A ボタン長押ししながら押していくと。そこに出る系ね。せや、なんかあったな、これ、そういうの。よいしょ。うわ。そうそうそう、外から攻めていく系のやつ。で、このキノコたちは、あれよ。よいしょ。春になったらいけるから。え、おい、マジかよ。俺、降りちゃったよ。おい。さあ、帰ってきました。どうやったかな？どう回ってったかな、これ。OK。動かせはしない。どっかが動かせる。あ、ちゃうわ。ここ開けるんか。アウチ！危ない。爆弾足りるかな？いた。あ、ギリギリ足りる。え、消えてんけど。時間制限ありやったっけ、これ。ちょっとだるいって、そういや、そんなんやった気がしてきたわ。ちくしょう。おーい、マジか。うわーこいつ、商売してんな。時飛ばししたいけど、まあ、ここは成功法でちゃんとお金を払っていきましょう。よし、いけいけいけ、オッケー。ち、無駄な30ルーピー使っちまったぜ。さて、もうここには用はないか、これで。オッケー。危ない危ない。おい。爆弾重宝しすぎやろ。あ、でもすぐに爆弾がポロポロ出てくるのが、このゲームのいいところ。ちょ、やべ！油断してたら、大変なことになる。よし。しっかりと、慌てずに、確実に進んでいく。入ってるところ乗ったらね、もちろん落ちるんで、落ちないように気をつけて進んでいく。調子いいんじゃない？ここのボス名前、中ボス何やったかな？マットフェイスとかそんな名前やったはず。出たー！こいつは顔面に爆弾をぶち込んでいく。うらっ、くれ！もう一回くれ！よしよし、ナイス。もう一回顔が出てくるから、2発、3、4発目。もう次で死ぬんじゃん。欲しい。オッケー。まあ、ここはね、スーパーザコやから。オッケー。中ボスが終わった。ここのボスは確かドドンゴやったはず。ドドンゴ？そんな名前やったかな？忘れた。あの、空いてる。出たー！爆弾でしかしないやつ。こいつダルインを倒すんだ。でもなんかうまくいったそうそう、これが大変なんよね。うわ、出た、このガチャガチャ動くやつ。
これむずいんよマジで。一応フクロウさんの話も聞いてみる、インタビューしてみる。大口を開いた時内より攻めよ、怪力を持つ者のみ倒すことができるだろう。あ、もうボスかこの後。ほなこっちちゃうな。あ、こっちじゃないね。違うね多分これ。一旦帰りましょう。これで左回り、これ何周かせなあかんやつやな、これ多分。回っていく鍵はある。あー、やばいやばいやばい。こいつブーメラン当てたら妖精ならんかったっけ。オッケー、そう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 、これ知恵がある人はね、こいつを妖精にすんだよ。んで、オッチ、まず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 囲まれてる。とりあえずここを見ていくか。ほん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 、あそこが宝箱。これに乗っ、あっ、乗っていきたいが、はい、もうこれでいいんじゃないの。ほら乗っていく。オッケー、このボス部屋の鍵やったら万々歳。あ、もういけるやん。ほんならあれが今左回りになってるから、こっちから行っちゃうと多分無理やねな。ほんなら成功法で元の道に戻っていく。まあさすがレベル2といったところか。簡単すぎ。やっぱそうよね。こっから行っちゃうと失敗するから。あ、待てよ、でもあっこはこっち回りなんやったら、あ、結局無理やな。さあ、サクサクいきますよ。てっ、お前ら急にスピードアップしてくんの。オッケー、爆弾とパワーブレスレットさえあればもうここのボスは余裕で倒せるんで、ね、さあ行きましょう、ドドンコさん。さあさあさあ、来て来て来て。こいつが口を開けた時にデグガーマと一緒よ。よし、はい、上げていく。太ったところにこれを刺していく。 OK、 だいぶエグいよな倒し方では。さあさあさあ、口開けてる。 OK、 掴んで投げる。 OK、 さあ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 、上向いたら口開けてるかわからない。飛んでくる。 OK、 ほいよほいよ。 OK、 ういうりゃ、まだまだ死なない。うるうるうる、突っ込んでくる。そろそろかな。オッケー、これでしまいじゃ。おりゃ、オッケー、余裕すぎ。これオッケー、ハートのザゲット。大人だったらめっちゃ簡単やなこのゲーム。昔あんな難しかったのに。まあそれもこのゲームのいいところ。さあ二つ目、時の恵み。季節が巡りて種が目覚める。これぞ時の恵み。OK、 2個目ゲットです。さあサクサクどんどんいくよ。さあお告げを聞いて、コウジ君ありがとう。時の恵みオイラも分けてもらったよ。さっき西の方にあるスプール沼の夢を見たんだ。どうもあそこが怪しいんだけど、それ以上はわからないんだ。ごめんね、むにゃむにゃ。スプール沼。レベル3のステージどんなやったか全然覚えてないわ。さあ、メイプルさん来ました。来たけど、穴があるから、できればな。おし!うわ、あんまいいのないな。あ、お茶。あんたの処分を。オッケー。とりあえず、しっかりと取っていく。オッケー、よし、お冬にしたらまた行けるとね。お、大妖精さん、まあ、やっぱティアキンの大妖精より全然可愛いなこっちの方が。まあ、ティアキンの大妖精クソ強そうやけど、なるほどね。西に行くにはとりあえず冬にしてくださいと。了解。ほいほいほい。あ、ほら
マイチャイ。さあさあ、どんどん行きましょう。なんか回してみよう。なんかあったんちゃうかな、このおじさんも。リリリリリ。もっと早く回したいな。滑りを良くすればもっと回るんだけどな。やっぱり、わらしべ長者のイベントがあるから、長者じゃないな。わらしべイベントやな。それもちょっと同時進行でね、ホワイトソードが手に入ったはず、確か。レベル2の剣になるはずやから、その剣がさらに進化するとレベル3のマスターソードになると。やっぱりガノンを倒すのはマスターソードしか無理と。って思ってるだけ。ちょっと指輪完全に出そうか。いらっしゃい、ガノンの指輪鑑定屋よ。お客さん初めてね。じゃあ力教えてあげる。星の銀焼きの、あ、もうええわ。オッケー、知ってますよ。わかった。なんでバナナタイプだからサービスしちゃう？指輪の小箱あげちゃうわ。ありがとう。これにしようかな。名付けて、発見の指輪。柔らかい土なら場所、音で知らない。あ、結構いいやん。次から指輪くん。指輪を持ち出したいときは、リストの中の指輪小箱に移す。リストを見たいときは出しな。全然ないやん。の指は指遊びしないといけない。オッケー。一個がなんか出会いの指輪みたいな感じなはずやね。ハートの指輪レベル2。あれ結構良くない？え、めっちゃ良くないこれ。やったー。ハートの指輪レベル2を、リストで、ハートの指輪レベル2。めっちゃいいやん。こっちの方が絶対いいやん。オッケー。指輪をレベル2。だいぶナイス。この指輪鑑定もね、楽しいからね。よしよし。いろんな季節の風景をいっぺんに見ることができる。これはこれで楽しい。確かにね。てんてん。マジ、のどかすぎるって音楽が。もう一回よくした。すごい。でん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 。西の方って言ってたよね。スプール沼。沼。え、こっち船じゃなかったっけ？せやんな。ほんならこっちじゃない。よし、一旦まあこの辺で終わっとくか。とりあえず今回はね。よし、じゃあ今回もありがとうございました。では次回よろしくお願いします。